こんにちは、大輔です。本日は飛行機でのね、ウイルス感染に関するリスクについて、海外渡航歴がね、年に20回以上ある私が調査した結果っていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。でまずね、結論から言うんですけど、極めてね、低い数字なんですよ。0.35% っていう感染確率になるらしいです。でこれ言い換えると、乗客200人程度乗った中距離便1便に対して、感染者がもしいたとすると平均して0.7人。っていう数字なんですよね。で、この数字どっから来たかっていうと、アメリカジョージア州のエモリー大学のハーツバーグさんとワイスさんっていうのが率いるフライヘルシー研究チームですね。実際にアメリカ国内便10便に搭乗して、機内の人の接触を確認して、リスクを数値化したものになっています。で、皆さんね、中距離便1便乗客200人のうち、1人未満の感染確率ってどう思いますか？まあね、これ多いかどうかって個人の感覚なんでしょうけど、なんとなくもうちょっとね、たくさん感染してそうな感じってしません？だって一見すると飛行機の中って密ですよね。でもね、これ調べてみると結構面白いんですけど、実際には3密じゃないんですよ。っていうのも、飛行機の機内の空気って1時間におよそね、12.5 回も完全に入れ替わってるんですよね。つまりこれって5分に1回は空気が全て入れ替わってるっていう、そういう計算になるんですよ。それに対して一般的なオフィスやデパートなどが1時間あたり何回空気循環をしてるかっていうと、これ1回から3回だけなんですよね。それと比べたら飛行機ってめちゃくちゃ換気が徹底されてるって言えますよね。他にも、空港会社ってもういきなりこれをかけてね、消毒もしまくってるはずなんで、まあ、めちゃくちゃ感染しやすい環境とはもうね、程遠いって言えるんじゃないでしょうかね。ということで、まあ、今日の動画はね、これで終わりっていうと、まあ、ちょっとね寂しいんで、まあ、最後にね、乗客200人程度のうち、まあ、1人未満っていう感染確率だったんですけど、これね、さらにゼロに近づけるっていう対処法を自分自身でね、取り入れることができるので、もし自分が未来ね、飛行機に乗るときにはもう絶対これ実践しようって思ってる方法をですね、最後に皆さんにご紹介して本日の動画の締めくくりにしたいと思います。ということで、具体的にはこちらですね。まずは手洗いの徹底ですよね。これトイレに行った後って、それももちろんそうなんですけど、特にねこれ注意したいのが、搭乗する前に、飛行機に搭乗する前に、セキュリティ検査ってしますよね。あの時に使い回すトレー、あれ結構ね危ないと思うんですよね。なんでセキュリティゲートをくぐった後にはですね、アルコール消毒をするか、まあ、トイレで手洗いするかっていうのを徹底されると、まあ、いいんじゃないかなと思ってます。あとねマスクは着用しましょうってですね。でそれで、機内のテーブルだとかコントローラーを利用する際って、できればね使い捨て手袋をつけるか、もしくは、まあ、アルコール消毒してあげるっていうのを徹底した方が安全なんだろうなと思ってます。あとね、窓際か、通路側かって皆さん結構迷いますよね。でね、私だったらこれね、窓際を取ります。で、それで頭上のね、エアベントを開けて、もうフィルターからのね、空気だけを吸うっていう風にします。で、できるだけね、席を立たないようにすると、これ結構重要なんですよね。人との接触を減らすために、窓際を利用するっていうような話ですね。で、あとは、毛布だとか、枕とか、あとヘッドセットは、できるだけね、これレンタルせずに、まあ、どうしても使いたい場合はもう持参するっていうのを徹底したいなと思ってます。で、あとね、何をするにも一番最初か一番最後を狙います。で、これ何を言ってるかっていうと、要はね、列に並ばないって話なんですよ。飛行機に乗るときとか降りるときって、やっぱ結構皆さん並ぶんじゃないですか。まあ、で、なんですけど、今後はね、もうみんなが降りてから一番最後にささっと降りるというふうに変えていきたいなと思っています。でね、こんな感じで、まあ、いろんなテクニックがあるんですけど、まあ、この他のテクニックだったり、まあね、詳しく知りたいよって方は、私がね、参考にしたブログへのリンクっていうのを概要欄に貼っときますので、ぜひね、皆さんも参考にしてみるといいんじゃないかなと思います。で、こういうね、自分でできる対策っていうのはたくさんあるんで、まあ、これね、駆使していただいて、まあ、コロナ後にね、移動せざるを得ないよっていう人は、ね、まあ、ぜひこの動画参考にしてもらえたら、すごい嬉しいなと思います。ということで、今日の動画はこれで終わりです。